どうも、ジンです。はい、少しですね、動画の期間が空いてしまいました。大変申し訳ございません。まあこれにはね、ちょっといろいろ訳があってですね、今日のね、本題に入る前に少しね、僕が今最近何をしてたかというと、まあ、ちょっとですね、この動画作るにあたって、カーボン乗りに乗りこなしていたんですけれども、ちょっとですね、自分の実力不足でですね、体の方壊してしまいました。はい。腰痛が発生してしまいまして。かなりね、一週間ぐらい痛みに耐えておりまして。まあ、やっと、まあ、ちょっとだけ復帰できるかなっていう感じで、まあ、今日もね、動画の方撮影しております。ともあれ、一応ね、腰痛の方はね、改善方向に向かってるんですけど、まあ、カーボンですよね。皆さんが気になる。はい。で、やっぱりですね、僕の方にも直接 DM いただいたりとかして、結構皆さんカーボン気になってる方が、たくさんいるんだなっていうのが、正直な印象ですね。やっぱりカーボンのボードっていうと、メイヘムね、嵐が乗ってるメイヘムの、ブラックダート、ダブルダートだったかな。っていうね、あのカーボン巻きのバキュームクラッシングのカーボンがね、皆さん認知度高いかなと思いますけど、まあ、日本のね、国産ブランドも、今回ね、インタースタイルで出した、ね、僕が乗ってるカーボンなんですけど、まあ、ちょっとですね、嵐の、板よりもね、僕の板の方がちょっと少しね、仕様が違っております。まあ、巻きとかね、S クロス使ってたりとか、あとはそのカーボンのね、繊維方向だったりっていうのはほぼほぼ同じのものなんですけれども、中に入ってる EPS フォームですね、が、僕のやつはストリンガーが入ってるということで、少しやっぱしなりがね、しなりにくいのかなっていう印象は受けます。結果論から皆さんに伝えた方がいいのかなと思うんですけれども、めちゃくちゃいいです。間違いないです。はい。めちゃくちゃいいんですよね。まあ、いいって言って、もちろんお前セールストークだろうと、まあおっしゃる方いるかもしれません。ただ、これを聞けばね、皆さんね、おー、ジン、お前本気だなと、言っていただけると思いますけれども。もう一本買います。お前はプロサーファーなのかと、聞きたくなるかと思いますけれども。僕はね、もう一本欲しいです。はい。先日もですね、鎌田さん、ね、シェイパーの鎌田さんとも話しておりまして、いや、僕もう一本ちょっと欲しいですね、と。で、僕今回ですね、カーボンの板、長さを510で頼んだんですけれども、まあ、コナミでもね、乗れるんですけれども、やっぱりもう少し、短くてもいいかなっていう印象を受けました。はい。村田嵐ともね、ちょっといろいろカーボンについて話をしたりしてるんですけど、比較的やっぱり短い板が、ちょっと調子いいんじゃないかっていう話を聞いております。はい。まあ、彼はね、まあ、長い短い乗り分けてると思うんですけど、まあ、僕もね、短めのレングス、5、8か7ハーフぐらいの、ボードが欲しいなというのが、今の正直なところですね。はい。なので、もう一本、僕は検討しております。はい。皆さんですね、カーボンについてこう、気になるところってどこなのかなと思うんですけれども、乗り味がね、多分気になるのかなと思います。僕のね、ライディング、まあ、陸から撮ったのと主観映像と、まあちょっと入り乱れてお店を後でね、するんですけれども、基本的にはね、EPS と PU のね、真ん中ら辺っていう表現がね、一番しっくりくるんじゃないかなと思います。ボード自体、波にね、負けないというか、重たさっていうと、ちょっとこう語弊があるんですけど、波に負けない重たさがあるという感じですよね。まあ、よく PU とか EPS で表現でこう言われるのが、まあ、PU は粘りがあって、こう水にね、しっかりこう、ボードが食い込むっていう板ですけど、EPS はどちらかというとこう、水の上を走るようなね、浮く、ね、すごく水より浮いてしまうっていうような、まあこう、イメージをね、皆さんこう、伝えられると思うんですけど、まあまさに、その、ちょうど真ん中、っていう感じがします。これはかなり個人差があって、ボードを選ぶモデルだったりとか数値によってもかなり違うのかなと思いますけど、一般的なまあサーフボードに関しては、まあ、そのようなニュアン
まあ、感じで、こう、フィーリングとしては僕は感じますね。はい。まあ、EPS もハイデンシティだったりとか、普通の通常の、1ミリストリンガーの EPS とかも乗ってきましたけど、変な軽さはないです。いわゆる軽すぎる。波に対してですね、こうバチーンと当てた時、タッチダウンした時のスープにこう、ね、こうスープバチーンとこういくと、こうすごいね、こう、なんていうんですか、波に対してね、こうね、乗っかっちゃうっていう感じだったんですけど、PU、EPS はね。はい。でも今回のカーボンは、そういったところもこう負けないで、ガッとこう、ね、しっかりこう波に対してこう負けない、ね、板が負けずにこうターンしてきてくれるっていう感じの乗り味はありましたね。はい。テイクオフは激速でございます。はい。もうテイクオフはやばいです。スタンディングまでの時間、まあ、テイクオフまでの時間っていうのはかなりこう EPS のいいところがあって、アクションに関しても波のパワーゾーンでのこうフローがあんまりこう出すぎなくて、しっかりこう止まるところは止まってくれるっていうような感じの、まあ、アクションね、マニューバーができるのかなって感じがします。ただ、一つ注意してほしいのは、アップスだったりとか、ちょっと加速させる時のタイミングがかなり早いので、そのあたりが体がね、こう、追っついてくるか来ないかっていうところがかなりね、難しいので、個人的には、若いね、バリバリのコンペティターは、ボードのモデルを、ハイパフォーマンスのボードで選んでもらってもいいのかなと思いますけど、少し年配の方だったりとか、まあ、ファンにね、カーボン、ファンサーフでカーボン乗りたいっていう方は、少しこう、ちょっとこう、フィッシュだったりとか、ファットなボードを選んでもらうのがいいのかなっていうのが個人的に思います。EPS だから、カーボンだから、パキパキのボード乗らなきゃ、F1 みたいなボード乗らなきゃっていうのではなくて、まあ、性能面は、カーボン。ね、村たらしとか僕が乗ってるカーボンで巻くんですけど、EPS。巻くんですけど、モデル自体はエントリーというかイージーなモデルで頼んでもらうっていうのもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、一応僕の方ももう一本どんなモデルにしようかなっていうのがあって、まあ、コナミ用のちょっと、テールロックがきつめのね、まあ、ちょっとファットな板にしようかなとは思ってます。はい。まあ、レングスはもちろんその分下げますけどね。はい。少し取り回しが効くような感じの、板にしようかなと思ってます。シェイパーの鎌田さんも1本作るということで、ツインピックスっていうね、僕がね、以前紹介した、僕は6ぐらいで乗ってるんですけど、それの多分5、8とか9ぐらいで作るんじゃないですかね。はい。まあ、ちょっと楽しみにしております、そちらの方もね。はい。なので、まあ、パキパキのパフォーマンスボードを乗るっていうのももちろん大事なんですけど、カーボンの素材を使って、ちょっと違うね、モデルを乗るっていうのもいいかなと思います。もちろんテイクオフの速さだったりとか、EPS のメリットを受けつつ、カーボンでアクション時の、ふわふわした EPS 特有のふわつき感がなくなる。すごいいいんじゃないかなと僕は思ってますね。はい。まあ、今回のね、種子島の JPSA も村田嵐に乗ると思いますので。まあ、というか村田嵐もそうですけど、アノンちゃんも、ナナホちゃんもね、メーヘムのライダーたちはみんなもらってるらしいんで、今後、まあ、国内のプロサーファーも、女子もメンズも、メーヘム乗ってる子は、おそらく、ダブルダート、フルカーボンの板を出してくるんじゃないかなと思いますんで、皆さんの目にね、こう、止まる機会が増えるんじゃないかなと思います。はい。僕も今期はね、カーボン乗りちぎってきます。もう今僕ずっとカーボンしか乗ってません。はい。なので、まあ、かなりね、カーボン自体、すごく僕は好印象で、もう1本、もう2本って乗りたいぐらい、気持ちが高ぶってますんで、素晴らしいボードが、手に入ったなっていう感じが、まあ、皆さんに興奮状態でこうお届けできてるかなっていう感じがしますね。はい。まあ、ただですね、まあ、今回のその、ぎっくり腰の件もそうなんですけど、やっぱり過剰に、こう、ボードを踏み込むと、すごい爆発的なスピードを得れるので、踏み込もうって、もうその踏み込むタイミングが分かってくると、そこに全体重を乗せに行こうとするんで、余計ね、ちょっと体の負荷がすごいかかりますね。その踏みに行くんで。なので、それだけ踏み込みに行けるようになってくると、今度は体が悲鳴上げますね。僕は完全に体が悲鳴上げました。さすがに今日、ちょっとレントゲン取りに行ったんですけど、とりあえず綺麗な骨してますね。ということで、お医者様からね、OK が出たんですけれども。ちょっといかんせん、体にガタが来ておりまして、まあ年齢的なパフォーマンス不足もありつつ、
まあ肉体的なね、限界もあるのかなっていう感じてますけれども、まあでもね、4月末にはね、豊橋賞杯ありますし、今年、NSA のね、大会全部ありますんで、はい、ここでちょっと倒れてられないということで、頑張っていきたいなと思います。まあ、動画の最後にですね、腰痛になったアクションだったりとか、まあ、あとはその他諸々ね、結構その波がいい時、コンディションの、まあ、いろんな差のあるコンディションでのカーボンの動画をね、後半の方にちょっとお見せしますので、皆さん見てみてください。はい。まあ、今後は定期的にね、もう乗ったライディングをバン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 上げていこうかなと思いますので、まあ、こういった感じで特集組むのはもうこれで最後かなと思います。はい。またボードが来たらね、新しいボードがもし来たら、皆さんにはお見せするかもしれませんがね。はい。その時はまた、動画を作りたいと思います。はい。ということで皆さん、カーボンのね、動画最後までご覧ください。ということで皆さん、サビトシュイ。はい、少しですね、波がよれてるセクションですね。まあ、しっかりね、パワーレスなセクションも前にこう加速していくようなライディングで、こういったね、ハードなインサイドセクションも、しっかりね、こう当て込みで、ボードが返せるような感じですね。さあ、ここのセクションも難しいですね。よれてくるところ、インサイド、これしっかり残せましたね。はい。この日はね、結構カーブでフェースは良かったんですけど、やっぱインサイドにずれてね、潮がなくなっていくんで、ここからですね、めちゃくちゃ浅いんですけど、はい、少しね、頭抱えてますか。 さあ、バックサイドトップのね、この処理がね、なかなか難しいんですけど、やっぱりボードがね、すごくこう波に対してしっかりね、本当ここあたりもね、しっかり蹴り出しても波に対して乗っからずにしっかり返ってくるんですね。さあ、これなんてスピードつけて、これですね、結構難しいね、シチュエーションだと思いますけれども、はい、ああいったところもしっかりね、ボードが追随してきてくれますね、体に。スプレーもね、しっかり縦で上がりますんで、まあ、EPS ってね、板が動くんですけど、スプレー上がりにくかったりするんですけど、こういったところですね、すごいいい感じがします。さあ、ここもね、ローラー決めてきます。ちなみにこの波で腰いわしました。